最初に食べたファイヤージャグラーっていうのは普通にメニューあんのよ、うん、これはもう中太麺で麺つるつるでめちゃくちゃうまい。絶対辛い。いやいやいや辛くない、これはいけるってって言うじゃないですか、うん、みんなこれ絶対辛くない、うん、いけるっていうやつ、うん、絶対辛いから私いやいやそんな可愛い顔 で私って言われてもそんな困りますわマジでミスったなこれマジで。これでもだってほんまにバーニングジャグラーはマジでちょっと汗びしゃびしゃ、ほんでだってあのまま寒い時期でびしゃびしゃになってね、うん、外に駐車場まで歩いてるだけで整ったもんね、もうサウナの感覚。でもそれは無理なんやろ。やだ無理、絶対無理、絶対無理。さあということでもう一件ね、今のファイヤージャグラー、見てもらいましたけども、もう一件行ってきたんでこちらの VTR をご覧ください、どうぞ。いやもうめちゃくちゃ汗かいたんでね、私半袖ですよこの寒い中世間はね、はい、ダウンですよ真冬ただ今回はですね、文京区は白山に行きました。もうね、僕のいろんなことを見てる方は知ってると思います。白山といえばここです、俺の生きる道。もう宅麺部門ではもうラーメン大賞3連覇、もう大人気店の俺の生きる道が、はい、なんと今日のために激辛を作ってくれるそうなんです。行きましょう。こんにちは、すごい小林くんです。おこんにちは、お願いします。この企画のために激辛ラーメンあの片岡あゆみさんのね、そうそう旦那さんですよね、うん、24時間テレビのプロポーズ見てましたもん。あ、マジで。で、どんな秘策があるんですか。今回唐辛子で勝負しようと。どういうことよ、唐辛子で勝負。唐辛子勝負ですこれあの茨城県稲敷市で自家製の唐辛子になる、はい、ただ、もう辛いの苦手なんですよ。でこんな唐辛子食べたことなくて。え、嘘やろ。だから辛いか辛くないかはちょっとわかりません。え、辛いの食べられへんすか。辛いの食べれないです僕も。だからあのピッチさんと一緒です。え、なんで作るって言ったの。いやもうちょっとチャレンジ精神マジいらーこうしてほんまにないラーメンですからね、これオリジナルで。すごうん。これを粉々にして、これ以外にも数種類の唐辛子をブレンドしようかな。やば辛い油の、特にこのラー油の辛い部分今回のラーメンの、うん、まあ、テーマというかタイトルがあります。何々レッドドラゴンピーチ。レッドドラゴンピーチやってレッドドラゴンピーチドラゴンでもそれピーチドラゴンだと辛さが伝わらないと思うんですよ。カラピーチドラゴン。あ、カラピそれでいきましょう何でも採用してくれるこのね、普通のラーメンはめちゃめちゃうまいからね。へえ。すっごい並んでんの毎日。そうなんや。そう、ちょっと二郎系のね。あー、なるほどなるほど。辛そう。辛ピーチドラゴンの完成です、はい、辛いやろどう見てもやば。これはね、安心感がゼロですいただきますん？どうした？うまいやん。辛くないんや。一個言うでいい。はい。全然辛くないなあ、こんな見た目辛そうなの？めちゃめちゃ辛そうでめちゃくちゃビビるけど全然辛ないで嘘だろ、マジで。ちょっともう一回食べてみる。後から来るって言うからね。そうそうそう、さっきも後から来たから。はい。どうですか。うまい普通にうまいんよこのラーメン。どうですか。本当に辛さは1ミリもない。あのね、ピーチさん、1ミリもないです。本当に旨味しかないです。そう、なぜあの色になるのか俺が知りたいだからもうこれ辛ピーチドラゴンは本当あのちょっと商品化になるかもしれないので。へえ、それまたあれですか、私に何か入るか入るわけないだろ。ないの。だってきっかけは私じゃないですか。きっかけはあなたですけど、あなた別にあの何のパッケージにも写ってませんよね名前だけ、名前貸します。名前とイメージだけですからこれイメージだけ、いやでもこのカラピーチドラゴンをなんと配合を変えたんですって。あまりにも俺が辛くないって言ってもうたから、
それが多分ニューカラピーチドラゴンで、タク麺で特別に作っていただきました。え、辛いやつってこと？いや、それがだから俺も分からへんのよ、ニューカラピーチドラゴン俺食べてないから。うわ、もう絶対辛いやつや。いや、テンションよ。届いてる？届いてますよ。ちょっと見して、持ってこれる？持ってくる。いや、ちょっとパッケージも見たいしね。これすごいよ。でもわざわざあの自分の店じゃないやつを宅麺で送ったんよ。さあ来た、どんな感じ？わ、すごいやん。え、ちゃんと、うん、しかも中村桃香様専用って、ほら、うわ、これそれちょっと書いてくれてるんですよ。めちゃめちゃいいやんこれ。もう辛そうな色してるもんだって。うわ、本気出したわ。ほら、これはすごいわ。ほんなら、そのカラピーチドラゴンを、ニューカラピーチドラゴンを食べてほしいんですよ。いやいや、固まってるから、絶対大丈夫やって。行ってみようか。じゃあ、これとりあえず作ってきます。行ってらっしゃい。え、はい、近いのキッチン？え、横。あ、そうなん。え、映せたりするん？え何よその顔。あー、いいよいいよ、縦でもいいよ、もうしょうがないしょうがない。ちょっと隠す。なんで隠すん？ちょっと待ってくださいよ。うわ、すげえ、いいよいいよ、ピーチ。なんかこんな感じ。あー、いいじゃん。こんな感じ。いいねいいね。こんなです、キッチン。おー、キッチン、いいよいいよいいよ、うん、うん、なんかちょっとしか見せない感じがいいよ。え、見せれんでしょ、だって鍋。あー、いいね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 。それ2台で、だからラーメンとあとは湯煎しとけばいいからね。はい、わかりました。もう OK ですか？逆に、じゃあちょっとお湯沸いて用意できてから、完成したら器とかあんの、ラーメンの？あ、それもね、うん。え、うわ、すげえ。これも送られてきました。マジかよ、あいつ俺には一切くれんやんこれ。しかも2つ。マジで？ちゃんと旦那さんと一緒に。そう、すごくない？すごいわ。これに入れてきます、今から。入れてきて入れてきて、これはすごい。やばいかもこれ。いや大丈夫やって。いや、もう色がやべえ。色はやべえよ。できた。おお、ちょっと待って、多いな。置いてカメラを下に向けれる？こうか、こう。うわ、うまそうやん。すごいね。じゃあちょっとピーさん、俺衣装変わったんよ。うまい。これもリリちゃんが作ってくれたんやけど、ちょっとだけ食べる前に見て。何それ、うま？いや、うまちゃうよ、俺やん。なびいてるね。なびいてるやろ。なびいてるね。おお、これこれいる？いらん。いらんってなんやねん。この T シャツ着ながらやりますけど、さあピーチさん、ニューカラピーチドラゴンちょっと召し上がっていただきましょうよ。ちょっとスープからいってみようか。見えるかな？見える見える。スープちょっと上にあげて。絶対辛いよ。辛い、辛そうな感じしてる。うわー、すごいね。やばい。絶対やばい。これいってみよう。ほら、いけるやんか。全然辛くなくなった気がする。中村桃香選手のマル秘トークください。